のオーバーテイクはプッシングがあったとしてペナルティが課せられ、結局11位に終わる。掴みかけた優勝は指の間からこぼれ落ちた。伊沢はこの後サーキットで初めて涙を見せる。セパンは冬のテストでも走り込んでたんで、かなり自信があって、まあ、レース途中までああいう走りができて、ただ結果に残んなかったっていうのは本当につらかったですね。ホンダレーシングサンクスデイ、ツインリンクモテギオーバルコースでは、さあ今年も熱い戦いを繰り広げてくれたホンダなんですけれども、はい、今日はその NSX に乗れるということで、はい、お二人のドライバーさんに来ていただきました。はい、高田道道上選手と ART 伊沢選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。今日は年に一度のファンイベントですが、どうですか？いや、もうガンガン走りますんで、はい、まあ、ちょっと寒いんですけど、まあ、走れば暖かくなるんで、はい、頑張ります。じゃあ早速乗せていただきましょうか。はい、行きましょうか。はい、今シーズンを戦った2008年モデルの NSX に同乗走行できるということで、佐賀はホンダのエース道上亮がドライブする高田ドーム NSX、 そして勝呂は大物ルーキー伊沢拓也の ARTA NSX に。いや、行きますよ。200キロまで急加速、この加速が GT マシンの醍醐味。時速200キロでオーバーテイクを体験した後は240キロから一瞬で100キロ以下に減速。ここから再び加速。の洗礼第5戦7月仙台ラウンド須郷、2位でステアリングを握ったゴールデンルーキー ARTA 伊沢拓也、トップを走る高田ドーム道上亮に迫る。伊沢がチャンスだ。外から行く、前が詰まった道上。危ない、オーバーラン、フロントから大破。
なんとここで1号車。絶対に走ってはならないラインに乗り、マシンは大破。伊沢は GT500 の洗礼を受ける。ちょっと本当に残念な結果です。厳しい表情を浮かべる鈴木アグリ監督。伊沢について今改めて聞いてみた。アグリさんから見て今年の伊沢選手いかがでしたか？いや、まあ結構暴れてくれたけどね。まあ本当に、まあ、そういう速さを持ってるからね、はい、そういう部分ではね、かなりいい1年だったんじゃないかな。ホンダ陣営にとってほっと一息。今シーズン初勝利のトップチェッカー高田ドームがこのスローを制しました。第5戦の結果は高田ドームが制した。今季ホンダ初優勝。伊沢と戦った道上は、まあ、小暮も伊沢には、あのクラッシュの後のモテギのテストでは、俺も昔あんなんだったから大丈夫だよって言って、 あいつが慰めてる姿を見て僕はちょっと笑っちゃいましたけどね、はい、でもやっぱりドライバーってそのクラッシュはあっても、はい、やっぱり何か光るものを持ってるとチームは使いたくなるものだと思いますし、はい、そういう雰囲気は伊沢にもあるなっていうのは思うので。第6戦、井出裕二起死回生のごぼう抜き。第6戦は鈴鹿1000キロ真夏の耐久レース。レイブレック NSX はスタートでマシントラブルに見舞われピットスタートを余儀なくされる。2008オートマックススーパー GT 第6戦真夏の鈴鹿スプリント連続劇場のスタートが切られた。ピットスタートとなったレイブレック井出裕二。しかしここから執念のごぼう抜きが始まる。井出裕二1コーナー砲弾スタートの前に出ました。27周で一気に6台をごぼう抜き、順位は7位に。その思いは次に走る細川慎也にも伝わった。順位がまだ譲りません。生き直した2コーナーまだ並んでいます。11のプライド。しかしここは細川が前に出ました。なんと脇坂11もオーバーテイク。その後も細川の勢いは止まらず2位にまで浮上。そのままチェッカーを受け2位表彰台に立った。まさに執念のごぼう抜き。ピットスタートだったんですけど、まあ、表彰台にも上がれたんで、まあ、あのレースは、まあ、唯一表彰台に上がったレースでもあるんで、あれが印象残ってますかね。波に乗るホンダ勢。第7戦は ARTNSX が2位でチェッカー。この時点で高田ドーム NSX がポイントランキングトップに躍り出た。残すレースはあと2戦。第8戦、道上亮。エースを襲った最悪な日。